ください。そして4人でのコント、私服プレゼントなどなど、概要欄からチケット発売しますのでお願いします。それではオープンです。でも途中経過、はいはい、どうなんやこれは。なんなん、罰ゲームとか言っとく。ああ1位が少なかった人、なんかみんな今トントンじゃん。どうなんやマジで分からん、分かれへん。でもここ強ない、強なってんねんけど。まあちょっとリク少ないやなっていうのもちょっとにおってる。いじられ具合もあるしなあ。せやねせやねせやね。そうよな、ちょっとある。じゃあリクが罰ゲーム決めよう。決めていい。ああ確かに。ストーリーで、うん、1週間すごっ毎日スクワット100回ストーリーで嘘やろ。あれ1分とかやで。あれ1分とかすげえ。だからもう2日目とかやばいよな。やばい、筋肉痛やばいの顔も見れるっていう。もちろんもちろん。じゃあちょっといいっすか。はい、うん、いきなりちょっと大思いちゃった。マジかよ。でゲームを栗原さん。うわーマジで。栗原さんと高谷さんお世話になってると思うんですけど、 YouTuber 以外で、うん、イエスイエス。今高谷さんには現在聞いてる途中で。なるほどなるほど。間に合ったら発表させていただきます。まあ忙しい方、お忙しい方。なんか言ってたっけ、推し誰誰とか言ってたような。栗ちゃんは言ってない、うん、高谷さんは栗栗ってな。うん、栗原さんの推しランキング第2位、アツヤくん。絶対アツヤと思ってた。なんで理由は、ま、一番まともっていう理由。アツヤくん一番まともだよって。まともまとも。あだからそのチケットどうちゃらとかで LINE する機会多くて。いや酒のバーやろ。だから俺4位やくる。いや逆に、うん、狂ってんのが楽しすぎた。あるかもしれんけど。なるほどな。なるほど。酒の場は確かに狂いちゃう。終わったわ。終わったわ。迷惑かけた。はい、すいません。第3位いきます。第3位クリス。あーそうだな。おしゃれおい、花食どんのか。おい、一緒に腐ってんの。そんなことだから。コラボしたれじゃん。一言ずつかな、じゃあ。でも俺栗原さんに結構おしゃれって言われんねんけどな。サングラスもらってたし。もらったし、なんか服もなんか毎回褒められんねん。じゃあ、あらおしゃれでなんだ。おしゃれやしっていうのもあんのか。あ、なるほど。1位なんか圧倒的らしいっすね。あ、そうね。そうなんや。あ、じゃあ第1位チャラくん。うわぁ、いや、それは嬉しい。いやー嬉しい。かっこよなー。マジっすか。俺の推しは完全にチャナやね。酔っ払いで知らん店入ってくのとか最高すぎる。うわーそこやー。そっちやったやん。だってあの探してる時あったやん、うん、チャナの携帯が、うん、チャナ最高やろ。うわやってた。ずっと言うながら歩いてた。ずっと言ってた。嬉しいよ。で第4位がユウト。そんなんしてくんの。また俺入ってないやん。面白い。あ面白い。すごい。リクくん基本舐めてる。ああやっぱ上下関係は全員やん。それはいやいやいやそれは全員やん。根っこのことはありきやそうやん。いやあるよ。俺勝てサングラスをパクったよな。パクったよこいつは。ああそう。はい栗原さん。うわー嬉しい。正解や。もう確かにツボってはいたな。じゃあ続いてステゴロパンチャー。おお。ステゴロ。嬉しい。ユッキは入ってんのそれ。いややかしいな。今なんかあるけど、そうなんですよ。気になっちゃって。3人全員やな。3人全員。じゃあまず、たくやくん。たくや。第2位。チャラくん。おーおーよし。すげえな、マジで。嬉しい。ほぼ1位、2位じゃ終わり。家に1台は欲しいやん。iPhone 感覚や。何それ。家電で例えるなら、加湿器って感じ。加湿器。あ、ブルーイン。まあまああれば助かる。第3位。アツヤくん。あれ最近ハマってる言葉なのか、 LINE で「センズリン」しか送ってこない。普通にイカれてる。そうやイカれてる。普通にイカれてるわ。第1位クリスくん。そりゃそう。なんか独特、シンプルにイケメン、ちょっと常識なさそうなサイコ感も好き。
あいつが一番サイコパスやろ。似てるよな、なんか感覚は。あんなフェードオール違う、フェードは違うことじゃない。見た目、うん、嬉しい、たくやん。海外陸くんですね。まあまあまあ近寄りがたいオーラをあえて出してる感じがなんかきつい。おい、4位はこういうの言わない、言いすぎやろ。全然そのまんまでいい。ステパンだけはチャンネル登録せんでいいからな、マジで。なんか理由もらった中で一番なんかシンクってる理由やなって思って。やってないって、やってないし、わかるわーと思った。じゃあ俺もステパン全部アウトやと思うねんな。あー、その観点で、うん、うん、オマドとか好きそうやけどな、リブのこと、うん、ボケつく。確かに確かに、うん、じゃあ、ジュン君いきますか。ジュンちゃん第2位クリス。おお、嬉しい。めっちゃ下やと思ってた、なんか知らんけど。言葉ではうまく表せないが、なぜかそばにいたくなる、そう思わせる佇まいにオマド恋してます。すごいなー。確かにさ、クリスって名前やろ。外国人には思ってて。3位チャラク。よっしゃ。女性専用車両に満を持して乗ってそう。満を持して女性ですよ顔で。そういうこと。ここだと、ここだと。で第1位がアツヤくん。まだ本人は意識してないのだろうが、人それぞれの個性を見抜く力が凄まじい。瞬時に人との最適な絡み方を理解しているのにいるのが僕には分かります。なるほど。尊敬、ただそれだけ。 YouTube 力高すぎます。脱帽の第1位。お前が言うで。脱帽の第1位。最下位リクくん、うん、鼻につく。こいつらやってない。こいつらやってない。やってるよ。やってない。もうあれ足パンパンなるで。言わんかったよって。もう最悪や。でもユッキーは真面目やん。そうやね。まだユッキーの声を聞こうよ。じゃあ、あんなグループに真面目なやつおらん。じゃあユッキーくん、はい、第2位チャンス。よっしゃ。口数は少ないけれど、どんな時に振られても独特の的、ワードセンスで必ず仕事を遂行するチャナさんは、正直服着たる中で一番の推しです。どういうこと。って書いてます。正直あれ正直1位。あれだ、なんかちゃうぞ。第3位クリスク。おいるだけで絵になるクリスさん。 Y1 グランプリで初めてお会いした時に目が合った時、思わずニヤついてしまいました。バカにしてるやん。ゲイやん。ゲイやん。おい、1位アツヤくん。おい、ツッコミとボケを両方持ち合わせており、その場面場面で瞬時に切り替え、その場を笑いに変えるのを初コラボさせていただいて、目の当たりにしゃべきは心を持ってかれました。尊敬一択です。ここむずいんすよ。いや、できないんすよ。いいね。一回行けよ、お前。え、一人で一人で一人でどっか一回の部屋入ってた。いやいや。もう一回行くんですね。全部よ。でも真面目だな。そう、コメントはな、ぶってるだけやろ。理由が、うん、タンクトップ着んな。おい、デブこれ。おい、YouTube やめさすぞ、これ。デブこれ。おい、おい、いいんだよ。なんこれ、お前、何が分かるんだよ。ええやろ。はい、ステパンさんでした。あっしゃ、ありがとう。うわー、もう、まあ、もう、あと何人ぐらいですか。ね、もう締め切っちゃってもいいですか。今来てない方が結構いらっしゃって。あ、そういうことね、うん、はいはい。ちょっと今回ちょっとご連絡、お忙しくていただけなかった人が、エスポから、うん、ケイスケくん、はい、ガチヤマくん、はいはいはい、そしてアメコズからソウタくん、はいはい、入院してるからな、そうやな。そして、川崎隆也さん、はい、と、若葉くん。わー、若葉くん忙しいからな。まあ、ワンチャンまだ来る可能性もあるんですけど。そうね、うん、じゃあエスポさん、はい、他にもハン君ともっちゃんに聞いてるんで、はいはい、この2人行ってもいいですか。行こうか。もうマジで何自信もない。一番絡み濃い2人は。いや、そうですよ。そう、うんうん、もっちゃんから。もっちゃんって俺マジで分からんのよな。じゃあ行きます。第2位クリス君。うわー、嬉しい。言う、落ち着いた雰囲気が好き。
クリス君もお兄ちゃん感がある。クリス君もか。そうですね。そうか。じゃあってなるとじゃあ1位がもうお兄ちゃん感すごいんや、うん、じゃあ俺ないな。第3位チャン君。よっしゃ。うん、僕と同じ空気感ゆえにこの順位、キャラが被ってしまっている。でも優しい。いや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 、愛あるな。ありがとう。第1位アツヤくん。よし、嬉しい、嬉しい。親しみやすくてお兄ちゃん感がある、優しい、うん、うわぁ、さすが長男ですからね、僕。嬉しいな。うわ、めっちゃ嬉しいな、もっちゃん。まずい。え、何なの。なんて、なんて書いてるの。理由は、うん、中でも距離感を感じる。あー、ちょっとお前これどうにかせなあかんわ。ちょっとこれショック。優しいけど、お兄ちゃん感を感じない。どちらかといえば、兄の友達的な感じ。あー、距離遠いね。そのお兄ちゃんがトイレ行った時とか一番嫌やねん、お前。いや、もう何も聞いてない。何も聞いてない。食らってみよう。嘘やろ。リク、リク、帰ってこい。リク、帰ってこい。お前、フィジークゼロよ。スクワットした後。パンパンやな。フィジーク舐めんなよ。太ももだけで決まった。みんな大好きな先輩ですよっていう。あー、ようできんねん。かわいいな。チーズユダナです。うわ、これがもっちゃんでした。もっちゃん、ありがとう。もっちゃん、いきますよ。ハンくんです。ハンくん、ハンくん、うわ、ハンくんちょっと欲しいな。欲しいな。これはつや、あつやくんが本命ですか。いや、ぽいよろ。僕欲しいです。欲しいです。でもボケてくるんちゃうな。ちょっとあるよ。第2位クリスくん。うわ、嬉しい。2人ともに。でも理由が何、なんとかキショイ。え、なんとかキショイ。国語キモなの。文面な。なんかなんかキショイかもしれないです。あー、はい、変換ミス。のみのみお。で、2位。2位です。で、2位、うん、でこれボロクソがれんぞ。3位、4位。そうやな。いい意味でやな。ハンくんっぽいわ。第3位がリクくん。お、お、鬱陶しい。かわいいやろ。俺鬱陶しい。ハンくんすげえ。で、第1位チャラくん。えぇ、ー、あいつあいつさらー。やる思ったで。キモかわいい。全員キモいや。もうちょキモいもんな。ちょっとだけあんねや。うん、で、最下位があつやくんで、うん、理由がマヨネーズ似合う。ベロベロやん、もう。何それ。ツンデレやな。そうやな。今休んでるからな。まあ、そうやね、ちょっと体調悪かったかもしれない。大丈夫してや。だいぶ悪いな。じゃあ続いて、アメコズさん。アメコズです。ふざけるね。被災はもう、あの、ソータくん以外、うん、なるほど、うん、はい。アメコズさんはね、順位を真面目な気しました。なるほど、順位全員。うん、じゃあまず、元田くんからいきましょうか。トン、いきます。うん、第2位クリス。おー、ありがとう。2位多いな。多いな。2位多いな。理由、動画で出しゃばらないのにふとした一言が面白かったり、落ち着きがあって行き急いでない余裕がある。シンプルに話しやすい。あ、いいやん。いいやん。真面目やな。ケミンさんみたい。全然キサイちゃうやん。キサイちゃう。あいつら真面目やから。キサイと書いて真面目ってことだから、あれぶっ壊そうとしてる。キサイを。そうやね。ありがとう、嬉しい。第3位アツヤくん。おお。回につけるのは申し訳ないくらいめっちゃ面白いし優しいから好き、うん、初見でもシンプルに人気者って感じが伝わってくる。ありがとう、元田。何じゃないもんそれ。じゃあ第1位チャナ。おい、チャナ強っ。チャナやっぱチャナ強いな。いや、思ってた。チャナ強、俺が弱い。いや、にしてもチャナ強いよ。理由、一番喋らないキャラにプロ意識を持ってて、雑魚キャラに覚悟を持っているから、喋らないのにたまに喋る一言が面白い。ありがとうございます。分析してよ、見てくれてるな。でもありがとうございます。リク君が4位。なんや、なんや、早げ。はい、陰キャなのにツッコミがうるさい。絶対いじってるな。お前どうだ。おい、陰キャなのにツッコミうるさい。続いてじゃあケニーくんいきましょう。ケニー、いや、俺ケニー自信あるよ。パチンコ一緒に行ってたもんな。行って、あ、行ったんや。比べて。ケニー欲しい。第2位
アツヤくん。おお、ありがとう。とにかく優しい、大人の余裕があり、お兄ちゃんって感じがとても頼りになります。動画を見てても服着たるのノリを作ってるのはアツヤくんで、そのムードメーカーなところが好きです。おお、嬉しい。ありがとう。めっちゃちゃんとしてくれるやん。第3位、クリスくん。あ、初めて会った時に服着たるの中で一番立ち回りがうまくて話しやすいとアメコズで話してました。おー、嬉しい。いいな、嬉しい。いい意味で友達っぽいというか関わりやすい先輩だと思います。うわー、さあいいね。第1位、リクくん。うわー、やった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 ー、終わり。はい、終わり。言います。アメコズはなかなか初対面の人に伝わらなかったり、うん、編集しないと拾えなかったりするノリが多い中で、うん、コラボした時にツッコミ担当であるリックがうまく拾ってくれました、うん、ついつい甘えてたくさんボケちゃうし、不謹慎なところアメコズと一番フィーリングが合う気がしてます。あー、確かに。おはよう。最後ちゃんですね、うん、僕とキャラ被ってるし、それでいてなんか彼女いて幸せそうだから。あー、優しいな。もっとトゲパーンいかないな、ね、優しいけど、あやつな、しゃべるな、一人の時バリしゃべるな。あ、そう。次は、よろずくん。よろずくん、おっとこえ。第2位、このマルツクリスくん。あー、置いて。理由、一番ノリがいい印象があって、うん、一番明るいムードメーカー的な存在で一緒にいてとても楽しい。あと東京の人を見下してる感じが大阪の人っぽくて好きです。ちょっとやめて、ちょっと今のところだけ聞いてくれ。お前、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 見下してるから。3位、リクくん。インスタライブでかっこよくタバコをふかしてるところが好きです。うわ、はい、いじってる。でも、どんなおもろいことするんって目を常に感じるところが怖い。あー、いやー、知ってないよ。いや、あの目やった。お前その目、ボケの時や。ボケの時や。なんもないかい。嫌いでーす。おい、せやわ。やってたやん。次次次次次次が3位か。そうです。で、第1位、アツヤくん。うわ、よし、嬉しい。理由、僕らの2個上なのに同年代よりも関わりやすく優しいお兄ちゃんのような印象のため。おぉ、いい、いいな。いや、ちょっと兄貴って言われんな。そうだね、兄貴肌。最下位がチャナくんで、理由が、うん、まだ会話したことがない。いや、ほんまにそう思った。ほんまに。俺も、え、2回コラボしてる。あ、で、飯も食いに行ってるで。うん、なんか多分ちょうどおらんのちゃう。ちょうどこうなってたんだな。で、1回目、1回目かな、一緒やった。喋ってなかったんだな。俺、そんなことあるんや。よろずって聞いて、こうパーって思い返してもなかって。あー、なるほど。だから、まああったとしてもそんぐらいの会話や。そうそう、ほんまそうやわ。だからこれからやな。そうです。なるほどなるほど。それありがとうございます。ありがとう。じゃあ次、第4クォーター。おお、前もしたよ、ほら。前もらえた。あ、そうですね。うわ、ここ4人おるからな、だいぶ点数動くな。動くぞ。良平は俺、すみません、もらえると思ってます。俺、ケイト、俺です。うわ、ほんまや。そうや、これでケイトが俺じゃなかったら、ほんまにどうしよう。なんか、振られた気分。結構もう、だいぶいっそうやな、星長いよな、ケイト、ケイト。じゃあまず、リーダーのケイトさんから。はい。第2位、リクくん。うぅ、リクくんの理由、はい、変態さに胸打たれ始めてます。あー、そっか。あんなに言ってだいぶ引かせたつもりやってんだな。そんなんじゃないんや。全然だから、もっと嫌がってほしい。全然来られても困る。4人がよかったけど、すごい。どんなやつ。第3位、クリスくん。うん、存在がエモいけど女おる。そういうことか。なるほどな。そう見てんのか。てことはよ、
第一位。まあまあそら。あっちゃ。ほらここはね。その笑顔を守らせてください。恋してるやん、もう。守ってもらえんや。はい。よそ行きのちゃんとやさよそ行きのはい。最下位チャナくんですね。はい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 。ハモリが下手やし女おる。やったなーわマジ。女おるの嫌なんやな。なるほど女性や。女性のならではの意見ですね。じゃあ次トモヤくん。トモヤ。トモヤ。第2位クリスク。おえ。理由もう全員短いんですけど。うん。一言優しい。おお。ありがとう。第3位アツ。お笑顔が A。 あ、ありがとう。ちょ、何なんか全然嬉しくなさそうなありがとうやったから、うん、あ、なんか回ってしまっただけで別に全然トモヤのキモいとかじゃない言っとくないそれや最後の本音ポンってないだけそれや第1位はいリクくん。おお久しぶりだ1位。おもろい。あ、だす。まあ、結構なんか言ってもらえてる。コラボ中とかもなんかこれ動画出てるのか分かんないけど今向こうの。そうや、一応服着たるのなんか酒場みたいなやつでコラボさせてもらってるんで、ぜひ見に行ってください。最下位がチャナ君。はい。これ理由ちょっと僕分からなかったんですけど、父さん死んだから。ああ、大富豪旅行の時に第4クォーターから誘われた時に俺がお父さん死んだ、死ぬから。なるほどね。ああ、なるほど。彼はって嘘ついた時の父さん死んだからね。なるほどなるほど。なるほど。使うなよやばい。じゃあ続いて、おい良平くん。良平、まあクリスが強いと噂されて、ここ取りたいね。第2位ラントム。アンジェくん。うわっ、スマブラ教えてくれるし顔が可愛い。ああ、なんかスマブラ言ってたな、やり始めるって。第3位リフくん。まあまあそうやと思ってました。陰キャ仲間やけどおしゃれやけ悔しい。うん、ああ、そうやな。良平もおしゃれやよう言ってくれる。良平も。第1位クリスくん。いや、まあまあ強いね。そこはこれは話が合いすぎるし結婚できる。ええ、僕はできないんですけど。せえよ。なんか東京行ったらその服教えてって言ってんのよ。はいはい、ズルピアとかね、ずっと知ってるし、遊ぼうって言って。なんか話してたな。最下位がチャナくんで、だってリア充やんって言ってました。なるほど。おお。今のとこ全員4位です、僕。気づいたら、気づいたらや。リーチかかってた。はい、次でもエリー分からへん。エリーでいかしてます。確かに。最後、エリーちゃん。第2位アツヤくん。おい、うん、面白い、頼れる、兄貴感。うん、兄貴。いただくね、兄貴。第3位チャナくん。うわぁ、彼女さんといる時が可愛い。あぁ、見てくれてる。ありがたいね。第1位クリス。あぁ、優しい兄貴感がある、おしゃれ。おぉ、めっちゃ嬉しい。めちゃくちゃ嬉しい。マジでそうか。めちゃくちゃ嬉しい。いや、なんかエリー全然分からへんよ。だいぶショック。ほんまは狙ってた一番エリーを。全然分からへん。今回のリクンは変態すぎ。あー、逆や。一番好きじゃん。まあ、だからこれぐらいですよ。ドン引きさせるっていうね。これぐらいからリク動きますよ。出た出た。はい、ということで第4さんです。ありがとう。ここで速報でございます。なんだ、誰だ。川崎隆也さんから。これマジで、うん、あの僕があの今日撮影ってこと伝えてなかったんですよ。なんでちょっとまだ余裕あると思ってらっしゃってて、僕がすいませんって言って今バタバタしてる。なんか映画の試写会の中で。うわお前何してんねん。ごめんなさい、本当に殺してください。ギターで殴る殺すの。ありがとうございます。ございます。まあこれ、これも変わってたらバリショックやな。いきます。はい、はい、第2位アツヤくん。どんどん。いい、すごいな俺。笑いの感覚はもちろんズバ抜けており、実は一番礼儀正しく気を使うことができるとてもいい後輩。ありがとうございます。嬉しいです。嬉しいな。第3位チャナくん。うわー、やばい、これやばい、これやばい。基本的に目が合わないのがまた可愛い。チャナのラップはなぜか癖になる。いつも緊張してるのも可愛い。あー、可愛いですね。やっぱ回でもその批判的なことを言わない。ないのか。素敵な人はな。できてる人やね。1位お願い、奇跡、奇跡かけろ、頼む、頼む。
いやクリスク強いわ。もうシンプルにかっこいい。よし、それなら理由が顔やな、俺顔かっこいいじゃん。言葉によるな。笑いのセンスも素晴らしく、空気も読めるカリスマ型。いやー、最下位でもなんか言葉欲しいな。せやな。リク君、最下位です。はい、シンプルに最下位。全然最下位。もはや4位ってところに美味しさを感じさせてしまってることすら尺。お前オーバーキルすぎるやろ。言われてしたいゆり。自殺してなんかめっちゃ心に傷を負わしたろか。めちゃくちゃかわいい。いいコメントやな今。マジですごいわ。全然最下位。全然やで。ありがとうございます。ありがとうございました。すみません、忙しい中。おお、災害や。スクワットが近づいてるよ。プルプルしてる。災害や。ここで緊急速報。あら、あら。東映の若葉くん。わあ。若葉くん。はい。若葉くんってどうやったっけ？どうやったっけ？若葉俺欲しいよ。1位はやっぱり。熱や。第2位。チャラくん。うわあ。ザ笑顔系 YouTuber。 やった、なるほど。笑顔が素敵、親戚の子に自慢できるわと言ってくれたのとっても嬉しかったです。ほんまに親戚見てる。若葉くんが2位やぞ。おい親戚。そやな。おお嬉しいぞ。3位クリスク。よし、クリスくんマジでオシャレボーイ。耐えた。撮影で待ってた時にベビータピー持ってたらもつもつと言ってナチュラルに持ってくれたイケメン。うわ、でもあんまり絡めてなかったのでまた仲良くなりたいです。いやこれからよろしくお願いします。また遊ぼう。第1位アツヤくん。ありがとう。いつもお家までわざわざ送ってくれるし、一緒に楽しく遊んだ中、何より企画に誘ってくれたことがとっても嬉しい。うわー、かわいいねんな。やばいあいつ。リク4位。正直リク君は一緒に話した記憶がゼロ。っていうのは嘘です。今回のコラボでなかなか絡めてなかったので本当に申し訳ないです。リク君は動画で見る感じマジで渋いし、オーラで渋いオーラで自分が絡めてないので、次回のコラボぜひ仲良くしてください。いやいや、しましょう。しましょう。マジでいい子や。いい子やな、あんだけおごらしい。お前な、こんないいコメントしかないな。ありがてぇ、若葉くんありがとうね。若葉くんありがとう。ありがとう。ありがとう。そして残り2人です。おお、2人、残り2人。これ結構びっくりするんじゃないかなって人なんですけど、え、ドバシ。おお、答えてくれたんや。答えてくれた。一番返事早かったです。リクの時もめっちゃ早かった。早かった。じゃあいきますね。頼むぞドバシ賞。頼むで。第2位アツヤク。おお、トミーさんとのショートで完全に上がりきってる表情が愛おしかった。上がりきってた。いや俺酔ってたよ、ベロベロ。いやそうやな。3位チャナク。おじゃ。うわ、ひげ剃り残してるくせに肌が綺麗。どこで見た？どこで見たんすか？何の動画で見てんすよ。第1位頼む、ほんまに頼む、マジ頼む、リク君。いやでけえ、でけえ。ヘみたいな声が癖になる。なんや、ハーツはヘリウム声。ヘみたいな声。いやいいやいいや。4位クリス君。よし、顔が腹立つ。なんでやねん、なんでやねん。自分のことかっこいいと思ってそう。思ってるわけじゃありません。自分で取れる範囲やのに、ちょ水取ってやって言いそう。言うわ言うわ言うわ。すごい、めっちゃ色。おせち料理で黒豆と栗を持った。おーいって、ええって、俺の顔変形。変な変形。おせち料理まで。おせち料理で黒豆と栗きんとんだけ食って、あとは残しそう。いいとこだ。おいしいやつ食って。マジで普通にやりそうやもんな。なんだあいつ。ありがとう。ありがとうございます。お待ちどうも。え、ちょっと上がってきてる。上がってきてるかも。第4回最下位が多いだけで、うんうん、1位は1位の数。次コナンちゃん。あーっ、しちゃうしちゃうしちゃう。これが最後や。これが最後です。よし。いやでも俺コナンちゃん、そういえば
全然良くないな。忘れてた。切ったもカットしてる。ちょっとあるからな。ああ、ちゃなここだけは泣けた。いやちょっとマジでここやね。ちょっと待って、リクが上がってきたんだ。俺怖いな。第二。呼ばないで。まだ呼ばないで。ちょっと待って。俺じゃない。ちゃう。あつや。よし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 。1位の方と僅差で2位。おお。そうなん。めっちゃいいコメントやん。ただ動画見ててたまにパチンコ詳しすぎて萎える。そんなことあるや。うわぁ、そっかぁ、そっちに行くよ。それ以外は最高。おい、ちょっと待って。第3位呼ばないで。クリスなぁ。人としてはめっちゃいい人、経験人数が多いから嫌だ。なぁ、うわぁ、なんか体の相性ランキングとかつけてそう。あつけてるよ。つけてないわ。よう見るもん。つけてないわ。それでは第1位。これはチャネ。イエス、強い。イエス、チャネやな。イエス、一番嬉しい。一番嬉しい。彼女と話してるシーンとかを動画で見るけど、優しいし面白いし最高。ナイスだね。コラボした時のオフの時も接しやすい。いや嬉しい。うわそれ嬉しい。最下位リフ。シンプルにギャンブル依存症が嫌い。3度の飯よりパチンコが好きが見え見え。デートよりもパチンコの信頼が出たらそっちを優先されそうで嫌だ。するしな。負けた日は1日機嫌悪そうだ。悪いね。全部そう。そんなわけないやん。ずっこまんもんその日こいつ。総合結果発表。はい、総勢36名の方。おお、すごい。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ1位が一番多かった順に。はいはいはい。でこれの要因が罰ゲーム。うん、はい、なるほど。1位発表します。今回の YouTuber& 栗原さん高谷さんからの人気投票、うん、第1位はアツヤ君のクリス君。すげえ。11人ずつ同票。うわおー、ちゃな、ちゃんか。なんか俺、もう3位やと思ってたもん、なんなら。俺も2位か3ぐらいや。あ、まあでもそう、あ、でも1位なんか。あー、うわ、嬉しい。嬉しいな。いや、いい勝負じゃん。なんか、分からへんもん。14票やろ、あと7ぐらい取って。発表します。はい、ワンチャンあるんか。ラトム。ありがとう。今回の人気投票最下位は同点。うわー、7-7ってことは最下位が多い。リクが最下位ってこと。なんでやねん。そんなルールないわボケ。力強い。こもりすぎやって。こもりすぎやって。この場合はまあなしかな、罰ゲームが。え、いやもうそれは無理やろ。我慢3日ずつ。なんでなんて何。なんでなんて。なんで3日ずつ分けるん。それやったら1週間両方しようや。なんでなん。なんでなん。まあもうじゃあ1週間やるか。お、全然いいよ。スクワット。じゃあ2人ともが罰ゲームで。はい。おえー、見物やなこれ。最終日コラボとかやっぱ楽しいよな。ありあり。何やねんコラボ。あの出す時間は固定にしてな。一体楽しみにしたいから。それまでを。 YouTube ちゃうねんから。さあどうでしたか今日やってみて。いや楽しかった。いやめちゃくちゃ嬉しい。なんか逆にやりたいよな。言いたない。いや言いたい。ああなるほどな。勝手に番付していく。俺らが。いやだから見てる YouTuber なんかやってほしい。やってほしいな。ああなるほど。誰か呼んでくださいぜひ。その時は。じゃああの今回ご協力くださった皆様ありがとうございました。ありがとうございました。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。視聴者の方は面白かったら高評価、チャンネル登録ももうそろそろいいんちゃうか。そうやね。もうなんかせずに。見てる人なんかもう大体分かったでしょ僕らがどんだけいいか。そう、愛されてたよ。あんだけ言われてんだからな。すげえぞっていうの絶対伸びた時に「俺チャンネル登録してたんだよ」って言われへんからね。そうやねんな。すごいよ。して言えるようにね。うん、パパって見て。ほら早く見てないから俺。早く。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあまた明日の動画でお会いしましょう。バイバーイ。
あよ、いけこいつクソガキしてお前マジクソガキ。はい、なにわ301リーノ332ブルファイヤーすぐさらすー、はい、すぐさらすー、いっちゃいまーす。どうせ携帯いじってたやろ、いじってました、いじってました、下向いてました。